スタジオレイン。<laughs> 貴様が我が王国に侵入した不届き者か。貴様を捕獲した兵士曰く、貴様は旅人だそうだが、ここは獣人の国、人間が立ち入ってはいけない聖域だと知らなかったのか。良いだろう。 無知な貴様に教えてやる。良いか。人間はな、この国に許可なく立ち入り、その姿を晒すだけで許されざる大罪なのだ。知らなかった、は通用せぬ。我が愛しき臣民は、みんな人間を恐れているのだ。貴様も。 人の国で獣人がどのように扱われているのかは知っているだろう。住まう場所を襲われ、奴隷となった獣人がどのような末路をたどるのか、知らないとは言わせないぞ。メスの獣人は口にするのも細ましい行為を人間に強要させられ、オスの獣人は死ぬまでその体を酷使させられる。そして、屈辱の末にその命が潰れれば、 道端に投げ捨て、朽ちていく姿に指を差し、金をつまんで笑い物にする。人間たちはただ自分たちと容姿が少し違うというだけで、我ら獣人の気高さを、鞭と首輪で奪う。そして、おぞましいおぞましいと口にして、我らに石を投げ、罵声を浴びせる。我らが人間に何をしたおぞましいのは人間の方だ。 貴様らは心の内に悪魔を飼っているに違いない。我らの苦しみを笑う、醜悪な悪魔を。だから、苦しみもがく同胞を救うべく、我らはこの獣人だけの国を作ったのだ。ここは楽園だ。獣人たちが何に恐怖することもなく、平穏に生きる楽園なのだ。民のほとんどが人間に恐怖している。 過去の痛みが未だにその心に残り続け、癒されることなく心を傷つけているのだ。だから、人間がこの国にいるなどあってはならぬ。民がその痛みを思い出さぬようにすることが女王である我の役目だ。わかるか人間の旅人よ。貴様は何の気なしに何も考えずにこの国を訪れたのかもしれぬ。だが、 多くの民が大いに恐怖した。故に、貴様の行動を我は許さぬ。この楽園の平穏を乱したのだ。その罪は重い。故に、貴様のその命で償いをしてもらおう。三日後、処刑場にて貴様を処刑する。民の前で貴様という恐怖の種が消えたことを示すのだ。 てっきり暴れもがくのかと思ったが、案外冷静なのだな。自らの運命をありのままに受け入れるか。旅人よ、貴様のその冷静さはどこから来る <laughs> ほう。貴様の冒険談が原因と申すか。一つ、その冒険談とやら、我に話してみせよ。 なるほどな。うん。過去に命の危険を何度も達したように、こたびの危機も乗り越えられると。そう考えているのか。だから冷静を保っていられる。と。甘いぞ。我は獣人の王。民の苦しみを背負う者。判決に慈悲は持たぬ。 貴様の話は少し面白かった。どれ戯れに貴様の生きた証を聞いてやらんこともない。貴様の冒険探の全てを聞き届けるまで処刑の日を延ばしてやろう。だが、貴様の冒険探が尽きた時、その時が貴様の命の終わりだ。死にたくないのなら、くれぐれもつまらぬ話をしないように気をつけることだ。旅人よ。それでは。 また明日に会おう。さらばだ。なぜだ。なぜ奴の話は尽きぬ。今日でもう一ヶ月は経つぞ。なのに一向に話は尽きず、むしろ話すたびにより面白い冒険を我に聞かせてくれ。どうの警備兵から話が漏れたのか、市民たちも奴の話を聞きに来ている始末だ。 いつも不安げな顔を浮かべていた民が、奴の前では笑顔を浮かべ、過去を忘れている。はじめこそ民に恐怖を与えたが、もはや、今の奴を処刑する必要は。よし。旅人や貴様に話がある。貴様の処刑についてだ。 貴様に対し、国に困難と恐怖を与えたことを理由に、我は死刑を言い渡した。だが、貴様も知っての通り、今の臣民は貴様に対しもう恐怖など抱いてはいない。むしろ、貴様の話す冒険談を聞き喜び、貴様に好意的な眼差しを向けている。もはや、刑を執行する必要はあるまい。 釈放だ。貴様の罪のことは忘れよう。だが、貴様に未だ恐怖を抱く親民も少なからずいる。故に、この国を自由に歩かせるわけにもいかない。速やかに獣人の国を出て、どこへでも行くがよい、旅人よ。どうした出て、行かぬのか。う、なんだっ まだ、この国でやり残したことがある、だと。貴様、我の慈悲を理解しているのか一度捕獲し判決を下した人間を逃すなど、特例中の特例なのだぞ。いいか貴様の罪は消えたわけではない。我の機嫌一つで、依然貴様の首は宙を舞うことになるのだ。それでも、なお出て行かぬと申すか 意志は、固そうだな。そのやり残したこと、とは何だ速やかに終わることであれば、監視付きで許そう。臣民をその冒険団で喜ばせた礼だ。獣人は誇り高き種族。与えられた者には必ず礼を返す。さあ、言ってみせよ。 獣人たちの過去の苦しみを癒してやりたい。それが貴様のやり残したことなのか貴様は人間だ。獣人を散々虐げてきた人間だ。苦しみを癒すだと。<laughs> 合わせるな。不可能だ。貴様なんぞに、貴様なんぞに傷が癒せるか。同じ従人が無理だったのだ。それほどまでに傷は深いのだ。罪の乗るなよ、小アッパ。もう一度同じことを言ってみろ。直ちにその首を、爪でかっ切ってくれる。貴様にできることなどない。分かったのなら、おとなしくこの国から出ていけ。いい まだ言うかこす <laughs> いややめようここで貴様を殺せば貴様に懐いていた親民が悲しむ旅人よ、何を言っても出ていかぬつもりなのだななら せいぜい行動で示してみろ。一ヶ月だ。一ヶ月だけ滞在の許可を出してやる。その一ヶ月で、この国の重人を救ってみろ。だが、一ヶ月後の成果が我の満足いくものでなければ、その時は振りかざしたこの爪で、喉笛をかっきってやる。<laughs> 何を儲けておる。早く行け。 時間は限られているのだぞ。我も甘い判断をしたものだ。この判断が基地であることを祈るのみだ。すまない。無念を抱え、魂を散らしたかつての同胞よ。 この一ヶ月のみは、その怒りを沈め、奴を見定めてくれ。いいと、はいで。貴様の働きについては民より聞いている。こたび貴様を我の元に呼び出したのも、民の勧めあってのことだ。獣人たちに過去の恐怖を聞いて回っているようだな。 最初にそれを聞いたときは嫌な記憶を呼び起こして話させるなど正気かと思ったが、どうやらそれで自らの恐怖と折り合いがつけられた獣人もいると聞く。故に、興味が湧いた。旅人よ。貴様に我の過去を。負の記憶を語ってやろう。ちょうど今日で一ヶ月だ。 我をここで癒すことができたのなら、その時はこの国に自由に滞在し、自由に活動することを許そう。では、話すぞ。覚悟はいいな。我は、とある獣人の村で生まれた。谷底の壁に穴を掘り、ねぐらにする村。 そこの村長の娘が、我だった。幼き日より、我は母上から、千年前に気づかれていた理想郷の話を聞いた。獣人のみが住まい、草木が満ち、腹が減ることのない理想郷だ。しかし、その理想郷はあるとき、 人間の手によって崩れ去った。自らと違う姿を持った獣人を、彼らは異分子として排斥しようとしたのだ。獣人の戦士たちは理想郷の女王だけは生かそうと戦った。武器を持つ人間に獣人の戦士たちは叶わなかったが、命を懸け、女王だけは逃がすことができた。 生き残った女王は各地で生き残った獣人を集め、村を作った。それが、我の住んでいた村の成り立ちだった。理想郷の女王。我はその末裔だった。それを聞かされた時、我は幼な心ながらに思ったのだ。かつての理想郷を復活させ、 獣人が平穏に暮らせる世を取り戻す。と、ある時、村に人間がやってきた。奴は、人間と獣人は、今、仲良く共に暮らしている。と、そう言った。我らは奴を村に招き入れ、話を聞いた。奴は、嘘が得意だった。だから、 我らはその言葉を信用した。信用してしまったのだ。我らはその人間と共に、獣人と人間が共に暮らすという国へ向かった。しかし、その道中、我らはその人間が嘘をついていたことを悟った。気がつけば袋小路、四方を囲まれた我らは、なすすべなく捕まった。 人間は最初から我らを奴隷にするつもりで、すべては嘘だったのだ。幼子であることを理由に、我だけは別の檻に入れられ、運ばれた。父上と母上、友人と離別した我は悲しみ、毎日泣いた。しかし、本当の地獄は、それからだった。我は、 とある金持ちの人間のもとへ連れて行かれた。金持ちは、我のような小さな子供が好きだった。我は、そいつに怪我された。抵抗できないように枷をつけられ、叫ぼうが泣こうが、決してそれは終わらなかった。むしろ嫌がれば嫌がるほどに、我は痛めつけられ、療辱されたのだ。 これを、見よこの傷は、その際につけられたものだ。深くえぐられ、醜く歪んだ皮膚と肉。それが我の根源に残り、未だに皮膚の下で、うごめき続けている。そのせいで、未だに我は、つがいを見つけられぬ。 たとえ獣人であったとしても、記憶が蘇り、震えが止まらなくなるのだ。わかるか、旅人よ。自らと違うものを排斥し、痛めつけ殺す。それが人間の本性なのだ。我は、そんな人間から獣人を救いたい。それが、 偽装郷の女王の末裔である。我の役目なのだ。さあ、旅人よ。我の傷を癒してみせよ。できるものなら、な。ま、ま、ま、待、ま、て。我の近くにいる。 近い、近い、それ以上近寄るでない。な、な、な、にを、ぶれ、であるぞ。我が傷跡に、許可もなく触れるとは。フラチモも、い、います。殺してや <laughs> な、な、なって、傷跡を、撫でる。 その、慈しみに満ちた、手つきで。妙だ。なぜ、なぜだ。なぜ、うずきが引いていく。なぜ、こんなにも。我は落ち着いている。<laughs> よ、よい、そのままで、よい。貴様の手に、慈しみを持った手つきで、撫でられていると、不思議と、悪い気分では、ない。か、か構わぬ、そのまま。 そのまま撫で続けても、よいぞ。<laughs> ま、満足だ。もうよいぞ。手を離せ。旅人よ。貴様は市民にも我と同じようなことをして癒していたのか。そ,そうか。今のは、我だけか。 う、うん、そうか。な,なあ、旅人よ。わ、我が、じきじきに確かめたところ、貴様の功績は確かなものであるらしい。我が国に滞在することを許可する。その、ゆ、ゆえに、また、我の元に来ることは、 許せ。わ、我が呼びつけた際には、またこの城に来るがよい。そして、その、また、我を癒すのだ。よいな。<laughs> そ、そうだ。その調子で、なでるのだ。 <laughs> 落ち着くぞ、旅人よん <laughs>。妙に体が、ほてる。旅人の手が。 手元を尋ねては、優しく、我を慰め、その、大義で、あるぞ。して、旅人よ、貴様に、恋人は、いるのか、いないのか。 そうか…ならばよいのだな。 死に忘れたはずなのに、我は我は今私のく貴様にすまぬすまぬ旅人よ、我慢我慢しなくて。 あの日、薄汚い人間に怪我されたあの日から、情欲を覚えられずに、生きてきた。それが、なぜ、今更になって、しかも、こんな、人間の旅人相手に、わからない、わからない。旅人よ、逃げるのなら、 が最後のチャンスだ。も、ま、う、あ、限界だ。苦しくて、犯したくて、たまらないのだ。今になって、気づいた。我は、貴様は空いていた。記憶にあるどの人間とも違う。その態度に、その姿に、その優しさに、 われは、われは、傷を癒されていた。故に、恐怖と共に封じていた情欲も、共に溢れ出て,てしまったのだ。我は、貴様を傷つけたくない。好きだから、傷つけたくないのだ。だから、頼む。どうか。 <laughs> ななぜ俺をったく逃げようとそう言ったであろう。 物となることかわいにお前…えおはよう旅人やその良い朝だこのような日に外で昼寝をするとさぞかし良い気分なのだろうな すまなかった。昨日は理性がなくて、気づいたら貴様の耳を舐めしゃぶったり、噛みついたり、その、止められず何度もしてしまった。本当にすまない。こうなった以上は、必ず責任を取り、我ができることであれば何でも。じゃ、どうしたのだ旅人よ。貴様なぜ、 そんな、まんざらでもなさそうな顔をしているのだ。あはわ、われを初めて見た時から心を奪われていた、とこ、こ、本当にふざけた人間だ。やはり人間はスカん。嫌いだ。われの尻尾が激しく左右に揺れているだと。これは、その、<laughs> もうよい。そ、それで、な、ならば、その、何をしても問題なかろう。共についていると分かったのだ。であれば、やることは一つだろう。式は、いつにする我は、なるべく早めが良いぞ。その方が、都合が良いま。まあ。 旅人よ。我は、昨日のようなキスが、もう一度したい。よいな。うん。よい返事だ。それでは。<laughs> 愛しているぞ。我が愛しき旅人よ。 最後までご視聴いただきありがとうございます今回の動画はいかがだったでしょうかよろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいですそれではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう